経図関係で見るとこうなります。ただし、あのこの後に残ったこの横瀬と岩松いうのは自称です。自称です。ということだけ注意してください。自称です。だから新田家は基本的に吉宗、定方、定国で滅びています。吉田のうたち、まあ、吉田より最近、吉田は置いておいて、吉岡ですけれども。 側室のことで絶対話しています。だからこの義明、義雄、義宗と三3人とも母親が違って、義明はどうも安藤清秀の娘で、義明は神社の、えー、神職の娘だそうです。えー、あのだからまあ身分が低いんで、一応まあ同年生まれですけども、一応後に生まれた義宗の方が後継になっています。北家は慶に応じて1737年に明恵に合流してますが、まだこの時、えー、6歳ですね。 で吉野で後醍醐天皇に吉野に連れていかれてそこで後醍醐天皇に謁見し元服してます。だから義貞とはかなり、えー、独立で義時は動いてますよね。あの秋家との関係も含めて。まあ後に越後に行ってます。で観音の常乱で時々ともに鎌倉を攻撃し占拠しますが高橋の敗北。この時に時々は死んでます。 逃げ上手の鍵見、えー、どこまで行くんだろうと。で、時々もこの後、生き延びたという、えー、伝説もあるので、逃げ上手の鍵見はそちらで行くのか、えー、それとも、えー、逃げ上手の鍵見の最終回は、高氏によって処刑される、えー、時々なのか、その辺はわかりません。どうなんだろうね。 1 3十8年に、えー、再挙兵します、高氏が死んだ、その京をついて、えー、再挙しますが、足利元氏、畠山国清によって、暴殺されてしまいました。まあ、この辺、太平域でも出てきますね。で、新田吉宗、1 3十8年まで生きてますけども、織、えー、田貴友の娘との間に生まれています。で、義、えー、明の戦死を受けて日田継、新田家の後継者になっています。 まあ、吉岡、基本的に吉岡と、えー、行動してます、こうと申します、ね。だから吉岡は、えー、吉宗を常にこう立てているという感じですね。吉岡、時々と共とにまあ、えー、んと。だからこの三人、吉岡、吉宗と北条時々とは、大体、えー、秋江との、えー、行動、秋江に応じて以う彼らは割合行動を共にしている感じがあります。関東の上乱では、あの、鎌倉を選挙、えー、攻撃選挙してます。 1 3六8年には、吉岡は一人で突っ込んでいったんで、吉宗を生き延びました。が、1 3六8年に武蔵平一家に応じて挙兵し、そこで戦死しています。新、えー、田定方は吉宗の息子ですね。陸、え、奥、ー、国に、えー、逃亡しています、吉宗の戦死後。で、そこで陸奥国にいた和気義則、えー。和気義則よりはあの和気義須家というのは、吉佐の弟の息子です。この和気義則と、えー、合流し、 伊達氏と組んでます、組んでます。で、伊達氏ともに、アシナ、相馬を攻めたんですが、えー、敗北し、姿を膨らまします。で、アシカゴ自密が、えー、十分なった時に乗じて、挙兵しますが、えーあの、失敗して処刑され、新田宗家は滅亡しています。で、新、えー、田四田子孫自称子孫です。万松光ツ三彼は新田吉宗の落印を主張しています。 でえー、岩松光国の、えー、養子となって岩松家を継承したとされています。えー、実際には光国の息子という話もあります。<laughs> 養子じゃなくて。この岩松光国が新田吉宗の娘と結婚してるんですね。だからまあ、この光澄が新田の血を、えー、まあ、なんらかので引いてるのは事実である。ただそれが不敬なのか、助刑なのかわからない、まあ、新田の血を引いた事実。で、えー、上杉前氏の娘と婚姻しています。 で、前州の乱で持ち主を攻撃したんですが、前州の乱はご存知のとり、この前州の乱でこの山松光嗣は処刑されています。で、この山松光圀は、えー、どうも津久のこの光春の子として生まれたのが持ち国です。だから光圀かれたら大いに当たります。前州の乱後、えー、祖父の光圀の継者となっています。前州の乱後、光圀の後、継者となっています。でまあ前 で、三つ積みが死んだ妻と引き継いだ、ええー、持ち国は、持中寺派になってます。で、影響の乱で、ええー、持中寺方、勇気霞んで、持中寺方という、あまり、えー、事情の良くないことを続け。の続けで、京都の乱では、えー、足利重次に従って、えー、長尾さげ、常影を殺害。 ところが1160年には、えー、いとこである岩松・家住この三つ墨の息子ですね、家住に殺害されて、えー、岩松家は三つ墨家が、えー、取ってます。だからまあ、えー、三つ墨の言い分を信じるならば、岩松家、岩松氏から新田家、岩松氏へ移動したというふうに言われます。この岩松・三つ墨の息子の家住ですが、えー、三つ墨が死んだ後と、祖父によって出家追放されます。ところがまあ、影響の乱語、 えー、吉野によって斜面され有機、えー、合戦で活躍してます。で柿津の乱で被護者であった足利義成が死んだ後は京都に逃げ帰ってます。あの京都の乱の時には再び、えー、関東に戻って上杉、えー、方についてます。だからまああ,のあれですね、えー、徹底的に反鎌倉国宝というふうになってます。で、えー、彼は着手を在京させております。 1160年には岩松持国を暗殺して岩松市を統一しています。彼はその後、金山城、この群馬県太田市、新田の町ですね、新田金山城を築城をし、新田の末裔を名乗ります。で、1171年には古河公軍による堀越収益の、ここが攻撃が行われていますが、これは結局、この岩松泉が、えー、きっちりと北関東に拠点を作っていたために、 上杉サイドは、まあ、かなり動きやすかったということで、この上杉にとってはこの岩松というのは実は結構大きな存在だと。ところが、嫡男・秋純が上杉・秋貞、山之内区方の山本内関東管連山本内別杉家の関東管連上杉・秋貞と秋純が、この家住の頭越しにいろいろとこの小坊の国の国務について密約したことに怒り、拝着。 火災である横瀬国重に山本家の内政を委任し。えー、これ以降、ええー、火災である横瀬国重が力を持っていきます。横瀬氏。こいつも結構怪しいですね。えー、武蔵氏との猪俣島。と言われてます。元々は。で、小野姓。ところが。吉宗のこの世直二が横瀬時清の婿養子なるというふうに、まあ、あの、横瀬氏自身は主張してます。 だから戦国時代には、尾、えー、野のなんとかから、しばらく尾野のなんとかだったんですけども、戦国時代、由良成重あたりから、えー、源成重となるようになります。ただから戦国時代になってからですね、この横瀬氏が、えー、俺は日田だと言い出すのは。で、この横瀬国重は、岩松の出自として、えー、頑張っています。横瀬成重は、この中悪がしまった岩松家住と、 えー、孫の直との直と和解に尽力,尽力してますあの横瀬氏は岩松をしのぐ権力をもとになり、えー、秋澄と直澄、岩松秋澄と岩松直澄は仲直りした後、金山城攻撃をしてかけていくんですが、横瀬成氏はそれを死守、えー、します。だから、まあ、下国上とそれを抑えようとする主家との戦いですね。で、足利重氏の仲介で和睦しています。 これによって、秋純と直純は失脚し、直純の息子、正純が岩松氏の家督についています。で、まあ、この段階で横瀬氏が、この岩松家を、あの、ほぼ、えー、私物化してきたんですね。で、横瀬景重、長教の乱では、山の内上杉方についていき、えー、英書の乱では、上杉憲利方について、秋純と戦うなどの戦いを示しています。えー、1910年には、えー、上洛を果たしております。 だからまあ横瀬治の力が急速伸びていると。で横瀬康重の時に本格的に結国上皇が開始、四松まつずみを殺害し宇治宗を擁立しています。しかし千六百四十五年に下毛の国の三部合戦で戦死しています。ゆら成重の登場ですね。千五百六年横政安治元の着難として生誕しています。 1940年には、山本氏純を自害に追い込み、森純擁立します。で、後に森純を追放して、完全に由良成重が森純を追放して、で、自らは新田軍由良号という、これは新田本宗家が鎌倉時代に勝利をしたところです。その由良号にちなんで由良と改正し、自分は新田の子孫だということをはっきり宣言します。手が鉄砲を送られたり 吉脇から重落要請を受けたり、神津家の南の方を抑える有力国衆、えー、として存在感を示しています。基本的には、えー、上杉と北条の間をうまくくぐ、えー、り抜けてきた武士ですね。越走同盟の成立にも寄与しています。1973年には金山城を嫡男、えー、国重に移って隠居し、78年に、えー、亡くなっています。 成重の妻が妙院にですね赤石という光月の国の、えー、国衆の家に生まれる由良成重と結婚し着弾国重足利長尾家を継いだ長尾明永を生んでいます由良成重死後にご法,法上司と対立して金山上司になったりいろいろ苦労してますが、えー、由良国重が小田老上か小田原に牢状をしてたとかさせられてたんですねこれ えー、その留守に前田利家恵に降伏してこの由良氏を守った有名な人物ですけどももう少し詳しく見ると息子の動きを見た方がいいんで息子を見ますと由良成重の嫡男であるこの由良久に重さん最初は北条氏にさんに属して,属して佐竹義重武田勝頼と戦ってます武田氏滅亡後は滝川一政に使え滝川一政がモつタクだった後は北条氏政さんに使えるところが金山城をよこせと言われて それに反発した。妙院にらは、老城しと戦います。妙院には佐野、えー、佐々木、七家、佐野、宗津ならと結びますが、結局、落城、有楽西や桐生城に移ることになって、一九8七年には北条氏に反旗を翻しましたが、降伏。 それを受けて小田原城を幽閉されて小田原を攻撃されてますけどもその小田原城は落城した後に秀吉に仕えてますで秀吉はいち早く毎年に降伏して松井座城の攻撃に功績になった明院には寛人分として7千国を与えたんですがこの明院が死んだ後は寛人分の常陸国牛久の所領は由良国重に引き継がれ その後、国重は徳川家康に仕えて関川の戦いで江戸城防備に、えー、参加すると結局その結果七戦国の交代寄り合いになってますで長尾明長ですが由良成重の三男で足利長岡を継承していますで1585年には隣の下野の国の佐野宗綱を討ち取っていますちなみに佐野宗綱の話では以前にもちょっとできましたけども目黒川うなさんの織田信長の第8巻ではこういうネタがあります、うん サムネが転生したフレンチブルドクのブーちゃんが、そういえば前世の頃にも正月が張り切ったバカがいたよな。シマウイのシナモンに転生した織田信長と、ポメラニアンのラッキーに転生した武田信玄が、え、何、ちょっといい話何も話したぜ、昔。その胸ツっと男がいたな。<laughs> そういつがめっちゃ短気で。簡単タン、テクレしてるだろうが、うがー、俺は行くぞ。あ、お待ちください、ガチャガチャ。わはは短気だけじゃパカラパカラ。 バーン、グエヒヒンアオワ,ーワーって釣られて正月早々に、えー、処刑されちゃったというサノムネツの無熱な弟。この戦った相手が実は由良成重の、えー、三男である、えー、長尾明長ですね、この敵が。この長尾明長は気の毒なことに北条氏滅亡後に改決されています。これの由良国氏、由、ま、良、あ、国氏も結局からされたわけであって結局、明院にの所領を引き継いであって、えー、長尾明長は結局、えー、何もぐらいなかったと。 新、えー、田家のその後ですけども、由良氏は、えー、由良座氏が関柄原で本体でも戦ってますで。大阪夏の陣では負傷し、まあそういう功績が、えー、評価されて、七千石の後期旗本として存続しています。逆に岩松氏は、由良氏による幽閉を経て、秀吉によって解放されたんですが、森住が徳川家康に謁見したものの、新田家の系図を引き渡すのを拒否したとかなんかで、 えー、結局、家康に使えることだったんですが、家康がわずか20国を与えられると。20国です。20万国でも20国です。1000国でもなく200国でも20国です。岩本秀泉の代には、120国に数をされて、皇太より合いに昇格します。が、皇太より合いって名誉なんですけど、120国で皇太より合いっいうのはさすがに厳しいですよね。結局、まあ、猫絵を描いて、売っ払って、それであの金を稼いでるんですで。だから、猫絵の殿様と。 あるいはこの岩松市の作ったわらじを履くと足が丈夫になるとか岩松の殿様に踏みつけられると包装にならないとか天然痘にならないとかそういうようなエビティカは断重廊かと、えー、睨まれたらそれで一年分野即死みたいなそういうような話で稼いでいます幕末に岩松としずみがった勤労と組織して頑張ったんですね その結果年積みは男爵になり年積、えー、みは維新後新田に複製して男爵はこの岩松が取ります一方由良市の方はやはり日明治維新後新田を複製して岩松じゃなくてうちが新田の本創家やというふうに主張するんですけどうち7000億向こう125億やと向こう皇太夫婦はこちら後家やというんですが由良市の当主が創生続きで由良市が不利になったところにさらに三上三次らが正論を言っちゃうんですね あにものですよとあいつらもともとは武蔵氏との猪俣党の連中でまあせいぜい横瀬さうじてそんなやつはあのし当時の城では発見できませんからあれ嘘そ800ですよというふうに言っちゃって結局この由良氏は氏族岩本氏は家族というふうになって差ができてしまいました。 120国の交代寄り合いはこれ、厳しいですね。120国、なんかちょっと桁一つ足りないみたいな感じですね。桁2つからやってもいいよみたいな。だいたい5000国とか7000とかありますよ、交代寄り合いって。<laughs> ありますよね。もう私、陣や見に行きますけど、うん、そんな120国なんて聞いたことないですよ。陣や持ってる、肩元でも。交代寄りが一番国土が低かったみたいですね、これ。 でも、格式はなんか大名なめたらしいです、これ。ご田由理はですからね。でもニット宗家というふうに一応認めてもらうで、ね。<laughs> 岩松も揺らむ、怪しいんですね。怪しいんです。で,でも、どっちが揺らしいかと言われると、これ、岩松の方は、岩松三住が吉宗の子供で、これが実は、岩松水国の自主かもしれんというところが疑わしいけど。 うん、だ少なくとも吉宗の娘の血は引いてるかもしれない。光圀の妻が吉宗の娘ですから。確実に女系であればつながってるわけ。そそうそう,そう,そうで一方、この吉宗の養子の、吉宗の息子の貞氏を養子にしたという、こっちはしかし、貞氏という人間がおるかどうかが怪しいと。 そうあの国重、佐田国か国重辺りから記録に出てくるんですよ。佐田内とか佐田って人間と逃げたかどうかも怪しいと。佐田国の怪しくて、うん、国重辺りからようやく記録に出てくるんで。一応、このそこの怪しいとこを経図に書き加えれば、どちらも確かに日体に繋がってるということで、これ、明治になって揉めたわけですね。そうですよ。俺、後継やしと。うん だけど三上さんですこれ歴史,家ですか歴史家です。有名な歴史家、明治期の,あの中世の,あの古文中学とかそういったあれの研究ですね。うん、実証的に研究したら嘘やんかとそそうう言ったんですね、そうそうこの人が。そそうですそうでですす岩松も怪しいけど、確かにこれ由良の横瀬さんの方は全く怪しいですね。全く怪しいですね。うん、これしゃあないかな。こんだけ怪しいと。 うん、で新田宗家自体は滅びちゃったと。滅びちゃったと。で、うん、あの大立氏はあの実はあの室町幕府の方向者に残るんですよあれ。正氏の弟の大立家氏始まるこの家は氏昭が家康で戦死したんですがこの義冬があの佐々木道悠に庇護されて佐々木道悠の推挙で、えー、室町幕府に仕えてこの子孫が あの有名な今参りの局根、ね、それからあの吉村さんの側室の大立三子、それからあの室町幕府のは足久義春の頃の内断書を務めた大立久氏、それからあの上杉謙信と芦久義照の取り次ぎを務めた大立春光ですね。この前、楠木正成の子孫も明治政府が探し回もらったけどいなかったって話してましたよね。はい宗家の方も もし残ってればそのマサ同様にビッグネームですよね。ビッグネームですね。だからこの日た葬儀は残ってないんですね。残ってないです。全く。うん。でも一応まああの、えー、岩松を信じた。<laughs> 岩松、岩松はそう話だから信じて。もう岩松はもう信じるしかない。うん,うん。老むのえむ、ー、息子の三住が岩松を乗っ取って日ただったんだ。信じるしかないと。 由良はさすがにちょっと信じる信じにくい正真正銘の本来の日田宗家は滅びてしまったこの大立氏は一応あの、えー、血統の子みたいですね後家として大草氏という名前で,でこれは日田やとは言わないんですか明声は言わないなぜ,なぜだかは言わないですねこちらの方がちゃんと ちゃんと筋が通ってるんだけど。<laughs> うん、だけど、やっぱ新田から離れちゃってるからね。そうなのね。友達、ね、やから。